お、ひなた、どうだった？おお、すっげえじゃん。山口は？5mm 増、180.0cm。なあ、180超え。影山は？181.9。おお、伸びてる。つうか、ひなたはみんなの身長を覚えてんのかよ。こういう計算は。どんぐりの背比べ。すげえ、ツッキー、とうとう195円。待ってろよ。ジャパン、すげえ。牛若は最終的な代表まで残ってたわけだ。同じく12月の初旬、宮城県内の有望な1年生だけを集めた合宿を行うと。こちらは1年生だけということです。月島くん。すげえ、月県トップの1年だ。合宿、月島一回入ってみたいよな。忍び込んでみれば。速攻で逮捕じゃん。俺たちは仲良く留守番しような、日向。留守番って言ったってどうせ練習じゃん。まあね。どうかした？あ、ええ、日向まだ来てないですよね。ああ、確かに。例の1年の強化合宿に乗り込んだらしいです。で、今白鳥沢にいるって。いつも言ってるが、漫然と回数をこなすんじゃねえぞ。常に試合の状態を意識してだ。ジャンプフローター上手くなってる。負けねえ。でも変化いい感じだ。はい、ツキ、なんか背伸びた。うるさい山口。俺も。アウト。いいか、この半年でさらに磨きがかかった伊達校のブロック、その壁になれろ。うわブロック3枚。影山は一発目、あの高い3枚壁の上をあえてぶち抜きたかったんだろうね、ずぶといやつ。でも気をてらいすぎたのかな。全然気づかなかったな。プレー中に気づく影山も、言われてすぐ思い当たる西野屋もすごいですね。西野屋さんにあんな風に言うのがすごい。ナイスティー！多分言われなくても分かってるやつ。月島、他のやつの言うことはもうちょい素直に聞くのに、影山のはダメだな。理屈じゃないからね、仲の悪さは。朝日、今日ダメだな。どうした？合わない。影山って意外とすげえ気使うよな。さっきのも特別変なこと言ってるわけじゃないだろう。やっぱ中学の頃の揉め事気にしてんすかね。昔のこと引きずるタイプに見えないのにな。何が重たいことなのか、それは人による。影山には中学の時。ツッキー、落ち着いて、心沈めて。影山、ツッキーを煽るな。うるさい山口。お前の本質は王様なのだ。日向に言われた。さっきの根に持ってやげるね。月島、元がでかいから今までも打点が低いとは全然思わなかったけど、もっと高くから打てたんだな。やっぱり。しんどそうだけどな。完璧なサーブ&ブロックだ。おお、伊達校のすごいとこは、日向に超速攻を決められてもそれはそれと割り切ってるところ。動じないよね。伊達校のブロックが日向を気にしてるな。超速攻、今日一気持ちよく決まったね。この一本でどうこうってことじゃない。
ブロックシステム崩壊。ああ、月。月島、本日スタミナ切れって感じだな。昼飯食ったのにな。お前と一緒にすんなよ。何？木下さん、高確率で一定の場所に打つんだ。負けられん。別に上手い人が増えるのはいいことじゃん。お前がピンサー外れるわけじゃなし。猫又先生の紹介でお借りできた体育館で歩く調整だ。すげえ。見て。イメージできるってのはすげえ重要なことだから。日向たち走りに行ったね。山口くんは行かないんだ。うん、俺は動画見てる方が落ち着く。俺のじゃない。投げ山ナイス。それなら私の方が。下に降りて体動かすぞ。早めのカンフル剤だ。だからこの一本目は何百回もシミュレーションした。まずウォームアップの段階で視線を落ち着かせる場所を決める。リベロよりナイス。山口、第3一本。よし。いや、日向って本当運がいいのか悪いのか。いや、翔陽は今分かってあそこにいたぞ。日向さん、一本ナイスだ。いや、まあすごいやつがいないチームがそもそもねえよな。おお、こっち見た。ボクトさん、キワキワラインショット。ナイスタイミングでカラスノのちびっこいてラッキーだったな。なあ、れの S ください。影山の知り合い、ユース。1センチサバ読んだ。高麗君、何してんだよ。もう前の試合終わるよ。あの人すごい人なんだろ。雑誌かなんか載ってたっけ。いや、取材とかされんのがすげえ嫌いらしい。あ、戻ってきた。日向、鵜飼さんが来たから出発だって。きっと飯は。誰？インタビューこっちにも来たらどうしよう。どうする？競合に密着でしょ。心配しなくてもこっちには来ないよ。だよね。山口、ピース、ピースしに行こう。え、やめろ。俺まで怒られた。なんだと。慣れないけど仕方ないね。お、日向が上がったトス以外に気を取られるって初めてじゃねえか。ずっちゃー。一瞬で目の前に。よし、もう一発ラストカウンター。大丈夫だ、田中だし。試合で頑丈なのはいつもだし。デッフトから王子のアラン、止めろ。王子のアラン、ダイレクトで決めた。決勝か龍之介、稲荷崎有利の空気を切り裂く一般です。もうい、皆さん、さあ、いい感触きた。ナイスキー。朝日がいつになく頼もしいな。日向がビビってどうする。来ました。すげえビビりだったんですよ。怖いが懐かしいってなんだろう。さあ、凡人には分かんないでしょう。ナウトスパイカー。あーしゃーし、ナイスキー、ナイスキー。帰る、カラスマ。
ちびるい。リーベル不在ながら強烈な攻撃をかっ速攻合わない東出朝日ノータッチ、見事に決めてきた田中龍之介、同点に引き戻す渾身のサービスエース。影山いけでしたね。カラスノの背中を掴んで離さない稲崎、相手の体勢が整う。もう一回もう一回。ヘビも大変ですね。木下さん、はずい。日向今日は元気だな。